はい、こんばんは。GHK の AKS74UCO2 になります。その後特にはいじってないんですけど、今こっちの電動の方のこのアタッチメントをちょっとつけてみました。ちょっとまだがっちり固定できてないんですけど、このスコープマウントが安物なんで2000円ぐらいのやつなんで、ちょっともうちょい調整しないとこの辺もうまく閉まんないし、意外と似合うんだよね、謎。しかもね、すごいこう後ろ気味になってるから覗きやすいし、高さ的にもちょうどいいんだよね。かなり時代遅れの住人、今風の悪くない。よいしょ。さすがに畳めなくなるんだね。いいんじゃない？あ、なんかもうちょっと緩んできた。まあこんな感じです。いい感じにくたびれてきて、つい最近これの AKM の GHK のが入荷とかってなってたんですけど、危なく買っちゃうとこでしたね。これ買った時のポイントとか合わせたら6万ぐらいで買えそうで、昨日見たら売り切れてたから、ある意味ホッとしました。変な感じですけどね。あれ危なく買っちゃうとこで買っちゃってたかもしんね、マジで。買ってたらやばいよ、20掛けは。また来年も再販するだろうから、こいつのローンが終わったらゆっくり買います。 AKM もかっこいいんだよな。でこの反動、もうこれは他に類を見ない反動だから、見た目もいいし。ということで以上。